はい、生物工学科の鈴木隆博と申します。今日はイモエネルギーについて紹介します。今年の夏ももうとても暑かったですよね。前あの連日体温を超えるような猛、ね、暑に襲われましたけど、これは今地球が次第に温暖化の猛威にさらされているっていうことなんですね。で、この原因になるのは化石燃料です。 で今のまま化石燃料を使い続けるともちろん二酸化炭素もどんどん増えますがそれとともに実は陰でもう一つ危険なことが起きていますそれは地下から掘ってきた化石燃料を地上で燃やすと大気の酸素を使います。でこの酸素は地球ができてかから酸素を作りり出ししたののは生物の光合成反応しかありません今のまま化石燃料を使い続けるとこの酸素が徐々に減っていきます。 今はまだビビたる量なので大した影響はありませんがやがて徐々に酸素が減ることが皆さん気が付くようになりますそしてこのままの加速度ペースで化石燃料を燃やし続けていくとおよそ1000年後には人類が地球に住めなくなるほど酸素濃度が低下してしまいます。でこれを止めるためには化石燃料を全廃しバイオマスエネルギーを使うことが求められます。 今日はその切り札となる芋エネルギーについて紹介したいと思います。よろしくお願いします。